さあ、両方キスがキックどうする、キックアウトをして中に入った、ジョーダン・ヒースがターンダンク、やっぱ最初のこのインサイドですよね、ここでしっかりとまずノーマークを作れたっていうところと、はい、その後のスリーポイントですよね、まあ、ここでこう思い切りの、まあ、点は入りますと、はい、なりなかったですけど、こういうペイントアタックが非常に大事ですからね、はい、ここから点決める、もしくはキックアウトするような展開がいいかもしれませんね。またジョーダン・ヒースだ、タイムアウトですかね、これで連続7点のラン、村健吾、ケベアルマカットインでバスケットカウントエンドワンです。紹介今のプレー、いや力強いドライブでしたね、はい、ここからパスを受けてフェイドウェイ、藤井優真落ちてまだあります、マイケルヤングジュニアが決めている。今藤井選手がペイントの中、まあ、今の3枚重ねるスペインピックっていう形だと思うんですけども、アーレン選手のダイブが少し遅れたと思いますね、はい、もうちょっとタイミング合わなかったですね。そう、ジョーダン・ヒースのダンクだ、マイケルヤングジュニアがボールを運ぶ、さあ自分で行くのか、ダンクミスマッチをしてアーレン選手もこう無理せずにヘルプを打ったのでしっかり出しましたからね、はい、マスタケースポストアップから、さあマスタケースケからジョーダン・ヒース、ダレオン、さあこれは止めに来る、奪い返したロスコアレン、ロスコアレンがフェイクを見せてバンクショット、さあここでピックきますね、そして篠山のみ、ノービーがジャンパー、バンクショット決めた、ピックかけるところですね、はい、アルマ選手のリーダーになったので、はい、ダイブすると守れないと思うんですけども、フェイドウェイ、マイケルヤングジュニア、ちょっとこう中途半端に、さあ今日もじっくり攻めてくるマイケルヤングジュニアが、と鎌田へのパス、パスがこぼれて、イーグルボール、選手がいいローテーションしましたね、はい、中に渋田のスリー、ワイドオープンで決めた、いいですね、オフィシャルタイムアウト前の最後の川崎プレーになるか、熊谷直也からキックアウトをしてジョーダン・ヒースのワイドオープン3、外に出るっていうやっぱ足はないですよ ね、 そうですね、ここですよね、どうしてもそこヘルプ寄ってしまいますから、はい、鎌田もねよくあ のスリーが良かったですね、ロスバレン、このパスが弾いて鎌田が弾いて川崎ボール、さあバウンドパスを受けたジョーダン・ヒースのダンク、あーもう時間を進めます、時計を進めます、試合終了です、先輩後輩と握手をしました増田と玉木、そして